こんにちは。はじめましての方もそうじゃない方も改めまして、ケンマミです。はい、今日は以前告知してたように私たちの自己紹介と、Q&A の回答の動画になります。はい、じゃあまず私からいきますか。はい、はい、私ユーザー名ケンと言います。で、年齢は30歳、大型です。職業は自動車製造部品の会社に勤めているサラリーマンになります。生まれが福井県になりまして、で、大学進学と同時に愛知県に住んでました。で、そこから就職も最初は愛知県の、そこも自動車部品関係の会社に勤めて、そこで4年間働いて2015年に、福井県に帰ってきた形となります。ロードバイク歴は？ロードバイク歴は、5月でちょうど2年になりました。はい、まずは自己紹介。はい、YouTuber 名がマミ、血液ごとが AB 型で、年齢が20やら歳アラサーですね。で、アラサーです。で、職業は、管理栄養士です。一応いろいろ管理栄養士関係の資格も取ったりして、出身は福井県、福井県で生まれて大阪で育って、で、小4の時にまた福井県に帰ってきてっていう感じになってます。ロードバイク歴は1年半くらい。あと京都にも住んでたよね。学生の時は京都に住んでました。愛知県も京都も大阪もなんとなくゆかりがあるという感じです。はい、じゃあ早速 Q&A いきますか。では YouTube を始めたきっかけは何ですか？はい、これは私から話をします。まずきっかけは私が YouTuber になりたいっていうのはきっかけで付き合ってもらってるんですけど、理由は3つありまして、1つ目が自転車の楽しさを広めたいっていうのがあります。で、私インスタグラム出身の YouTuber になるんですけど、まあ、インスタグラムでそのロードバイク納車してから、まあ、ほぼほぼ毎日のように、その要はブログみたいな感じで写真とどこ走りましたよとか、そういうのを写真で発信し続けてたんですけど、それだとやっぱり楽しさが伝わらないっていうのもあって、楽しさが伝わらないというより、やっぱ動いてるスポーツな、動くスポーツだから、動画の方が伝わるかなと思って、YouTube を始めました。で、まあ、それはなんでかというと、まあ、私の住んでる福井県っていうのは、まだそのスポーツサイクルっていうのが盛んではないかな。僕らの住んでる地域も全然サイクルショップないですし、走ってる人をあんまりすれ違わないんですよ。逆に他県とか行くと、もうすごいすれ違うぐらい、スポーツバイクが盛んで、まあ、それを流行らせたいという思いもあって動画配信を始めました。まあ、1つ目ですね、自転車の楽しさを広めたい。で、2つ目が、自分たちの夢がありまして、で、それを実現するためには今のうちにその自己発信力だったりとか、まあ、こういうふうに今もうテレビというよりはもうネット広告時代になってるかなって僕は思ってて、まあ、今のうちにそういうのを手をつけとこうかなっていうのがあって、まあ、2つ目は自分たちのスキルを、夢のためにスキルを磨いて自分たちという商品を発信し続ける、で、ファンを増やしていく、そういう目的があります。で、3つ目はもともと YouTube がすごい好きだった人間なので、まあ皆さんどれぐらい稼いでるんかなっていうのが、当然 YouTuber っていうとお金持ちとか稼げるとかそういうイメージがあるんですけど、じゃあ実際どうなんだっていうのはもう自分で確かめるしかないと思って、やってみました。で、まあ、収益化するにはチャンネル登録者数が1000人と、12ヶ月の視聴時間が4000時間っていう条件がありまして、それをですね、今3ヶ月目で動画配信3ヶ月目で達成したんですけど、まあ目標は6ヶ月以内に1000人達成できたらなって最初思ってたんだけど、予想より早く
達成できたのは皆さんのおかげです。いつも見ていただいてありがとうございます、はい。一応その YouTube 始めるまでに準備期間としては1年ありまして、1年間はそのインスタグラムをやりながら、自分だったらどういうネタをやる、企画をする、自転車 YouTuber さんのどういう動画が人気とか、そういうのを分析しつつ、かつ自分たちらしい、なんていうのかな、皆さんがやったことないような企画をしないと、当然チャンネル登録っていうのは後発組だと伸びないので、それを考えつつ、まあ、トレック改造計画とか、ね、主な代表作で言うと、僕らもうそれはトレック改造計画がもうずっと決まってました、実は。僕の中では1年前からずっとやるって決まってて、はい。そうですね。そんな感じです。なので3つです。自転車の楽しさを広めたい、自分たちの夢を実現するために自己発信力を鍛える、3つ目が、まあ、YouTuber はどれぐらい稼げるかっていうのが非常に気になると、気になってたと、うん、まあそんなとこですね。すごい正直に答えてます。なんかもう本当に YouTuber ってその動画編集、撮影から動画編集アップまでやると何十時間って最初かかりますし、アップしたら下でなんかそのアンチコメントが来たり低評価がついたり精神的ダメージも来るし、正直そのなんだろう、楽しいばかりじゃない、ね、楽しいわけじゃないですよね。楽しいし稼げるとかそういう感じ。そうだからもうなんか今 YouTuber さんすごいなって思ってる方何人もいらっしゃる、もう本当にいるんですけど、正直どうなんだろう、今から始める人、今から YouTuber 始める人ってお金か何か自分で伝えたいことがあるか、それかまあ自分のブログ的な感じでやる人もいると思う。からやる人とかね、もし YouTube 始めたいって人がいたら、すごいなんか自分で何かを発信したいっていう軸と何か目的がないと本当やっていけないとこだなと思いました、うん、もうあと精神力ですよね。もう僕みたいにそのなんだろう、サラリーマンやりながら やるとかだと投稿頻度当然落ちちゃうじゃないですか。だからその1年間っていう準備期間の中で企画を考えといて、で年末年始に僕もね10日ぐらい休みあったんで、その期間に動画編集勉強していっぱい作ったんですよ動画。だから土日もまあ今ね1000人くらいが捨てる覚悟で取りだめ編集だめして2日に1回ペースで今80本も上げてるので、それぐらい。まあ、もし収益化したいって人がいたらそれぐらい覚悟がないとなかなか難しいジャンルの職業今職業ですからね、 YouTuber ってだと思います。私のレビューとか見てる人は分かると思うんだけど、何でももう正直に言っちゃうから、まあそのなんだろう、いくら稼いでるか気になったりとか、まあ、そういうのも別に発信してもいいなと思ってるんですよ。例えば1000人レベルで、最くらいって、そう常になんかその分析はしてて、その表が出るんですね、アナリティクスっていう。それでその再生回数あたり 0.1 円とかいろいろあるんですけど、まあ、そういうのも今後全然発信してってもいいんですけどね。やめとくか。わかんない。どうがいいか。まあ、で基本 YouTube はですね、私が、ほぼ管理、まあ、全て。管理、企画から何から管理して、まあ、動画編集はすごいテロップのセンスがあるんでちょっとお願いしたりとかして、動画を作ってます。2人で動画を作ってます、うん、言った方がいいかな。一応1000人達成した時点で UM ネットワークっていう UM の、ネットワーククリエイターとして合格しまして、今はそこに所属っていうわけで、UM 所属じゃないんですけど、まあ、そこの支援もいただきつつ、動画を作ってます。